皆さんこんにちは。てなまえファミリーです。はい、じゃあね、続きやってきます。で、前回アイテムが4つだったんですけど、ちょっと録画してないんですけど、アイテムのね、いっぱい持てるように6つにしました。学校のね、理事長室だっけな、なんか、まあ、戻っていろいろやってるうちに理事長室だかどっかでバック取れてね、アイテムがいっぱい使えるようになったんで、じゃあ進めていきたいと思います。はい、なんだっけ、ちょっと待ってね。こっちが一番やばいね。そうなんだよね。なんかあったよね。これですね、あの多機能リュックね。これで6マスに増えました。なんかこんだけアイテム入れられるってことは、本当はもうちょっとアイテム取れるんだろうけど、ね、何が取れるのか全然わかりません。まあいいや、行きます。ここは確か飛ばせるよね。もう一回やってるから。アイテム使うんだっけ、久々にやって忘れちゃった。これじゃないよ、違う、あれアイテム使うのどれだっけ、違う、あれ、あ、あれ違う、どうだっけアイテム使うの、あれ、ちょっと待って、アイテム使うのどれだっけ、久々にやったから忘れちゃった。違う、あれアイテム使うのどれだっけ、あ、これだ。ちゃちゃそうでしょ。とりあえず隠れるか、ここに隠れられるか。スパイさん、うわ、なんか落ちてくんじゃん。入れない。一体どこをどうすればいいんだろうか。使えそうなものは何もない。
あ、なんか光ってる。このガラスバーを破らなきゃ。なんかあんだね、じゃあ。ちょっとあっちに。やばい。死にかける。これで工具箱を手に入れた。よし、ダッシュ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 。これでこの手に入れた。ここでまた出てくんのか。全くしぶといネズミだね。今さら血の儀式は止められないようだって。やだよ。あー、やばいやばいやばい。あ、一回隠れない。あー、死んだ死んだ死んだ。アイテムを使うのがさ、あれどれで使ってたんだっけさっき。これか、これだ。 OK、 わかった。行くぜ。これクリアできんのかな。何回もやり直してるけど。いや、できなそうな。あ、自販機あんじゃん。ここであれ買おうね。これでしょ。よし、これでこれで HP マックスでいける。ダメ。よし、行くぜ。で、隠れます。ここに隠れます。消えました。下の斧を取りに行くんだけど、どこだっけ。ここだ。で、上行ったら出てくるから。で、また隠れればいい。よし、これでまた隠れよう、とりあえず。よし、それでここを OK で、何どうすんの。取れた。え、瞬時再生してる。何これ。え、来たよな、ダヒョン。あ、
暗号メモの黒黒白白黒受け取ってありがとうダヒョン。え、なにこれ白白え、ちょっと待って、わかんない。さっきのあれ、これか黒白黒黒白白黒黒白黒黒白白黒黒黒白黒黒白白黒黒白白白黒白白白白白黒黒よし行った？え？違うの？え？ちょっと待って、わかんない。黒白じゃないね。黒え逆？え黒白黒黒白白黒黒白黒白黒黒黒黒黒え、ちょっと待って、黒白黒白白黒黒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 白黒黒黒白白黒白白黒白黒黒黒白白黒黒白白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 黒白ちょっと行く方、黒白白黒黒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 黒ちょっと黒白白黒黒白黒黒白黒黒白白黒黒白黒黒白白黒黒黒白黒ちょっと待って、わかんないよ。え、黒白黒白白黒白白黒黒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 白黒白黒白黒黒白黒白白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 最後145最後145違う、逆か、1 1 3 4 6、1 3 4 6、マジでわかんない、ちょっと待って、え、これ何、リコーダーだよね、どっちが、え、ちょっと待って、え、あ、やばい、死んじゃったよ、わかんねえ、むずっ。
この間ちょっと回復できるから回復しとく。よし、行きます。よし、でダッシュダッシュでしょ。でこれで取りました、取りました。で行くでしょ。で出てくる。で逃げる。隠れる。で、OK。で、問題はここからだよ。ここですよね。再生しつつある。で、タヒョンが触れる。黒。ちょっと待ってな、これで剣の行く方、黒白黒黒白黒黒とか黒、刺す方、刺す方、刺す方、黒、黒、黒黒、白黒黒、黒黒、白黒黒、白黒黒、ダメ。黒、黒、白、白、1、3、4、1、3、4、6、3、4、6、ダメ、逆パターンかなこれ。じゃあできた、あできた。で根っこが死んで闇豚が折れた、4本助けられそうだ。これ以上邪魔させない、追いかけっこはしまいだ。今日しまいが儀式の場合も下に降りて4本助けなきゃ。で
4歩本当に秩序と混沌よ、その力にてアンゴラの門を開きたまえ。一歩遅かったね小娘。4歩は最高の器になるよ。世界はもう私のもんさ。やめて、う、は、離して。あはは、無様な姿だね。その違法さえなければお前は赤子と変わらないよ。よ、四歩。ああ、逃がさないわ。邪魔するな。お、刺した。で、倒した。よ、四歩？ずっと一緒だと思ったのに。あれって夢だったの？あー、で終わりですね。これはハッピーエンドではないよね。バッドエンドかな。ねえ、ヨンホを連れて帰ること、一緒に帰ることができなかったもんね。とりあえずゲームはクリアしました。いや、怖かったね怖かったね、なんかあれかな、追加であんのかな。いやー、でも怖かったな。でもハッピーエンドでこれ続きがあるってことなのかな。ザ・コーマ3があるのかね。分かんない。みんなだけ戻ってきたって感じかね。果たしてこれセーブとかになるのかな、ここで。あ、え、何？結構最近見ないね。うん、セホね。セホはさ、もうやる。あ、みなや、いろいろあって辛いのね、みんな。放課後に話しましょう。でもテストなんか持ってなかったっけ？相談中。あ、なんか。お？なにこれ？おお。おじん、내가미안해。みんな昨日はごめん。仲直りだよね。どうなんの？미안해。우리도정말많이노력했는데。ごめんなさい。手は尽くしたけど。
手は尽くしたけど何？え、何？四歩は？四歩どうした？4歩死んじゃったってこと？あ、これからどうすればいいの ?4 歩。だって。え、4歩死んじゃったのこれ。ねえ。うん。死んだのか死んでないのかが気になる。おまだ続いてんのこれ。うん。チェアマンズオフィス。どうぞ大臣、情報はすべてその中に。ブラッドムーン事件報告書。パパ、ブラッドムーン事件報告書ってことは、なんかこれザ・コーマ3ありますね、はい、続き絶対出ますね、はい、ああそうですか。ちなみにこれボーナスとかはなんかあんのかな。パパの日じゃないと、パパの日じゃないと、はい、エンディング B を解除した。拡大背景にセット、わかった。拡大最善お願い、最悪に備え。あ、これはあれか、1枚も、あ、全然読んでなかったもんね。最善お願い、最悪に備える。エンディング B。エンディング A があるってことかな、これね。そしたら。あー、そうですか。じゃあ戻ります。なるほど、クローゼットってなんだろう、これ。あれ、いろいろ変えられるやつかな。あー、そっか、そうだね、オプション。うん、え、これちなみに始めるってなったらあれかね、前回の続き的な感じなのかな。あ、違う、わかんねえや。まあでもなんか3ありそうですね。はい、じゃあザ・コーマツ見ていただいてありがとうございました。はい、はい、じゃあ終わりにします。はい、バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。はい、バイバーイ。バイバーイ。